こんにちは、セラピストのアイナです。今日のご相談内容は、あなたに必要なメッセージということで、オラクルカードのマーメイド&ドルフィンカード、人魚とイルカが描かれたカードでお伝えしたいと思います。事前に4、7、19という3つの数字をいただいています。今からカードを切りますので、適度なタイミングでストップとおっしゃってください。その後、いただいた数字の枚数からカードを引いていきます。ではカードを切っていきます。はい、ではカードを引いていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、はい、3つのカードが揃いました。そしてカードの山の一番下のカードにもメッセージが込められていますので、合計4枚のカードでリーディングします。カードは、ちょっと待ってというメッセージと、他の可能性を探してみる、遊ぶ時間を取る、守護、守られている意味の守護というカードが出ています。ちょっと待ってというカードと、遊ぶ時間を取るというカード、少し相反しているようにも思えますが、しっかり休んでしっかり働くという意味にも取れます。他の可能性を探すということは、客観的に見るということを示しています。また、守護というカードから、全般的にあなたは守られていますので、何かやりたいことがあったら、小さなことでもいいのでチャレンジしてみましょう。じっくり考える時間をとって、行動するときは行動してみる、そんなことを心がけてみてください。今回のメッセージは以上です。ご縁をいただきありがとうございました。